ギランと西郷菊次郎。最初ギランへの私の旅の目的はギランからの特攻出撃に関してだった。しかしギランといえば西郷菊次郎というくらいこの地に影響を与えた日本人がいることを知った。西郷菊次郎と台湾、佐野幸男著を読み、改めて明治維新から日本の粋を学ぶことができた。菊次郎は明治まであと7年の1861年、文久元年、奄美大島で生まれた。父、西郷隆盛は薩摩藩下級武士でありながら、藩主島津斉彬に抜擢され、活躍の場を与えられていたが、斉彬死後、藩主となった島津久光とは反りが合わず、奄美大島に流された。そこで地元の名家の娘、愛がなと結婚し、菊次郎が生まれる。菊次郎9歳の時、母と別れて鹿児島へ。父高森の再婚相手のいとが母親となった。11歳になった菊次郎は明治5年2月28日、1回目の米国留学に旅立つ。横浜から出港し、24日目サンフランシスコに到着。2年後の1874年、明治7年7月、2年半の米国留学を終えて帰国。帰国後はすでにギアして、鹿児島に戻っていた父、西郷隆盛たちが作った私学校で学んでいたが、16歳の明治10年2月、西南戦争が始まり、薩摩軍の一兵卒として参戦。熊本城の攻防で負傷し、膝下の切断手術を受け、生涯義足を用いた。西南戦争も西郷隆盛の死で終結したが、そのわずか8ヶ月後の1878年、明治11年5月14日、大久保利通は暗殺された。その翌年には琉球王国も終焉。琉球王国は1609年、薩摩藩の侵攻を受けて支配下に入っていたが、1879年、明治11年まで一応独立王国として存在していた。石垣、与那国、奄美大島も琉球の支配下だった。明治13年2月下旬、菊次郎は奄美大島の母愛がなのもとに帰郷する。11年ぶりの里帰りとなった。翌年2月、菊次郎は島を離れて鹿児島に戻った後、明治14年20歳の春に上京し、叔父西郷柔道の家に寄宿しながら国学を学ぶ。明治16年から17年、鹿鳴館華やかし頃、大山巌の新しい嫁、大山捨松が12歳の時から11年間米国に留学し、日本語を忘れかけていたので、そんな捨松が菊次郎に通訳を頼っていた。そして23歳、明治17年5月7日付で外務省御用掛として採用される。明治18年、菊次郎は外務省職員として再び渡米した。米国滞在2年、明治20年外務省を辞職し、国費留学生となる。明治22年、明治憲法発布。1890年、明治23年6月、菊次郎帰国。新しい義足を作り、足の治療のためであった。その時菊次郎は29歳になっていた。米国から帰国して7月、郷里鹿児島に帰ったが、陸奥宗光からの通知により内閣へ出仕。明治24年5月、大津でロシア皇太子傷害事件を起きる。同年12月、菊次郎は胃痛のために外務省を辞職し、再び鹿児島に帰郷した。11歳で米国に留学し、その後西南戦争で薩摩軍として政府に反旗を翻したものの、叔父西郷柔道のおかげで外務省に入省。再度の米国赴任から国費留学、
帰国後も外務省に勤務したが再び辞職。当時政府の中枢を占める薩摩長州の意向の凄さの一端を感じる。そこそこ手前の都合で好き勝手してもいつでも要職の座は確保されている。1893年、明治26年1月、菊次郎32歳の時、長吉久子と結婚。12月17日には長男龍吉が生まれた。翌明治27年8月1日、日清戦争が開戦。28年4月17日、日清戦争終結。両島半島三国干渉によって返還。台湾、大古島諸島割譲。1895年、明治28年、菊次郎34歳にして、台湾総督参事官心得を任じられる。8月末、鹿児島から台湾への途中、奄美大島の母のところに立ち寄る。那瀬で15年ぶりの母との再会となった。明治28年9月上旬、台湾に帰任。まだ治安は悪い状態のままの台湾であり、初代台湾総督となった樺山助則が平定を行ったのは11月18日のことになる。1896年、明治29年元旦、七山岩で六地先生斬殺される。菊次郎は明治29年4月2日付で台北県市長長及び基隆市長長に任命された。5月、樺山総督が桂太郎と変わり、わずか4ヶ月で乃木希典と変わった。治安回復に明け暮れるだけで莫大な国費を消耗するのみであり、当時フランスに台湾を1億円で売却する話まで持ち上がった。そこで4代目総督として児玉源太郎総督、後藤新平、新渡戸稲造が就任した。そして台北市の上下水道は明治時代に完備した。東京は昭和39年のオリンピックの年にやっと完備になった。菊次郎が議覧町長に任命されたのは児玉総督になる1年前の明治30年5月27日、36歳の時だった。菊次郎は軍人が治めることに無理があることに気づいていた。後藤新平が民政長官になって大きく変化するのである。そして議覧町長になった菊次郎は河川工事、農地拡大、道路整備、小農産業の発展、農産物の収穫増加に取り組み、土肥の氾濫を収めて住民の生活を安定させた。就任当時一番頭を悩ませたのは土肥の棟梁林鳳湾一味が300名余りで暴れまくっていた。この集団の基準、林鳳湾と直接会って半分私的な話し合いの中で全ての罪を許す代わりに基準後は我々と共に議論の発展に尽くすことがで意見が一致した。この基準式は総督府より後藤長官、地元の県兵隊長なども出席し盛大なものであったと台湾日日新聞が伝えている。宜蘭川の堤防工事は1900年明治33年4月に着工、明治34年9月に完成した。一期工事である。長さは約1700メートル、総工費39,300円、当時としては巨費だった。最初は木造橋で西郷橋と呼ばれたが、今は中山橋となっている。二期工事は西郷退官後大正15年までかかって完成している。この後洪水の災害で苦しむことはなかった。宜蘭は宜蘭県の県庁所在地。ここは米の重要な生産地になったのは西郷堤防のおかげである。その西郷堤防に西郷町圏特製碑が建立されている。もともと現在の位置にあったのではなく中山橋西側の堤防にあった。1990年に
新堤防建築工事のため東側堤防に移された。上座の碑文には明治38年と刻まれているが、台座には大正12年との文字がある。大正12年の竣工式には台湾総督府や各地方長官、町家の各界並びに付近の住民、農民が発参し、盛大なものであったという。1901年、明治34年、儀乱神社建立を立案、資金を募った。菊次郎帰国後の明治38年5月着工、9月に完成した。これが台湾初めての神社建立であった。後に西郷神社と言われ、菊次郎がいかに住民に慕われていたかがわかる。現在は丸山忠烈祠となっており、儀乱市が一望できる高台にある。儀乱政治記念館、旧儀乱町長官舎、菊次郎在任中に建設された。菊次郎は教育の普及にも尽力し、鹿児島から昔婚の桜川という女性教師を呼び寄せ、そのまま幼児教育に当たらせた。そして西南戦争の時に乃木連隊の軍旗を取り上げた薩摩藩の村田三助が後に戦死し、官軍の軍旗が村田の妻沢の手元に残った。官軍は取り返そうとしたが、沢は当初頑として口を割らなかった。しかし長男東八の将来のためにと諭され、官軍に返却した。軍旗紛失から11ヶ月後、明治11年1月24日のことである。その村田東八は菊次郎に呼ばれて、母親沢と共に儀乱に移り住んだ。東八は大正年間まで儀乱で会計主任として勤務していた。そんな話もある。1902年明治35年初夏、公務を兼ねて東京に戻る。叔父の柔道が病に伏せっていた。その柔道の容態が悪化し、7月18日死亡、享年60歳であった。兄高森に敵対した西南戦争のため、望郷の念に駆られながら一度も鹿児島に戻ることなく死んだ。そして日本統治から7年が経過し、台湾も落ち着いてきた。菊次郎は退官を決意し、辞表を出す。認められたのは1902年明治35年11月20日12月上旬、別離の日、儀乱各地より住民が駆けつけ別れを惜しんだ。菊次郎41歳の時である。菊次郎が日本に戻った2年後、明治37年日露戦争が勃発する。その翌年、日露戦争の勝利の年に菊次郎は京都市長になる。京都の三大事業、第二疎水、上下水道、道路拡幅、電気軌道施設、そういった事業はなんとか軌道に乗りつつあった。2期目の市長選でも再選されたが、明治44年辞任し鹿児島に帰郷する。その時菊次郎51歳、10人の子供の父親となっていた。郷里鹿児島に戻り、還暦までの8年間、島津家工業館館長となり活躍する。昭和3年11月26日、菊次郎は肩の痛みを訴え、翌朝心臓麻痺のために死亡、享年68歳であった。実母愛香菜と同じ死因だった。かくして最後菊次郎の生涯は終わった。西南の駅で父高森を失って以来、菊次郎の胸には父の面影が終生消えなかったものと思われる。敬天愛人という父の人生哲学を身をもって実践した菊次郎の生涯は決して華やかとは言えないが、誠を貫いた生き方は接する人に幸福をもたらしたに違いない。
何よりも価値ある人生であったと思われる。